シャイニングスター童話劇第6話シンデレラ。ヘラの新しい姉のリリとローズはヘラに掃除をしろと言いました。リリはなぜかヘラにこうしちゃいけないような感じでそわそわしたが、ローズは何も考えなかったんです。そろりと掃除をするふりをしたヘラは腹立って雑巾を投げ捨てました。そしてベト妖精を呼びました。ヘラはベト妖精に舞台を作らせた後、舞台衣装を奪いました。ヘラは王宮の舞踏会で公演をして、舞台を見た女王カリオペにキャスティングされました。そして王国最高のアイドルになりました。推し、あ、リリとローズはそれぞれヘラのパンクラブの会長と副会長になりました。本当におしまい。